川西町は奈良県四季郡にある町。町域は山和川を北限とし、寺川、飛鳥川、蘇我川などの河川が山和川に合流する地点にある。町の全体が平坦な地形である。古代の山和国上下郡三宅里の地であり、山和三宅に否定される。町域には糸井神社、姫久しっぱ神社の縁起式内社が鎮座する。当院には、 全長195メートルで、集合付きの前方公園墳、島の山古墳があり、和国作りの墳母と見られる。また、メンズカは、室町時代に空から降ってきた農面とネギをカン網が授かったという伝説から、農楽観余裕の発祥地と呼ばれており、現在ネギは、ケツ先ネブカとして、町の名産品となっている。貝ボタンの生産については、日本国内においては、 トップシェアとされ、市場占有率は80%を占めるとされる。各郵便局には、ゆうちょ銀行の ATM が設置されており、川西欠先郵便局では、ホリデーサービスを実施。川西町内全域の郵便番号は636から 02XX で、周廃業務は、タ原本郵便局が担当している。奈良県東京欠先駅近畿日本鉄道。 大和氷山市内のファミリー公園前駅が最寄りとなる地域もある。川西町コミュニティバス、川西コスモス号天理市、コミュニティバス、伊調号このほか、東町北部では、安土町コミュニティバス、南回りルートが利用可能な地域があり、近鉄かし原線平谷駅や JR、関西本線法隆寺駅へ向かうことができる。また、東町西部では、河合町巡回ワゴン、 砂丸号、東ルートが利用可能な地域があり、近鉄田原本線、池部駅や三田川駅へ向かうことができる。ありがとうございます。